はようございます。ロコちゃん、やっぱりですね、ご飯食べてなかったですね。トイレは朝方ちゃんとうんちもおしっこもこちらでできてました。ね、全然食欲ない。今一回下げようと思います。ちょうだい。さりげなくご飯も来ました。ご飯も食べてくれるといいな。こっちおいで。さあ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 。食べたね。おかわりしよっか。お腹減ってたね。おかわり置いたんですが食べないですね。そうです、そうです、そうです。キーちゃんふきふきしますよ。これはあえてロコちゃんの前でしてます。ロコちゃん次は私だっていう顔してますね。はい、正解です。次はロコちゃんです。はいはい、ここにちゃちゃちゃ、ちょっとで失礼します。僕ね、一応ね、はい、有川さん、結構顎にしっかり体重乗せてくれてます。ペロン、はいね、はい、綺麗になった。次はきなこちゃん、歯磨きです。歯ブラシの練習です。頑張りました。今日はこんくらいにしておきます。綺麗になりました。ロコ、すごい気持ちいいの。お子さんはこちらです。ケッタンベスポジですね。日向ぼっこしながらお昼寝ですか。もともと動かずに寝ている子だったので、こう手術の後の違いがちょっと分かりにくいんですが、こうすごく傷跡を気にして舐めたりそういう仕草はなくて、すごく珍しいのかなと思います。もちろん痛いと思うんですけど、あまりちょっとそれを出してくれないので、ちょっとこっちも分かりづらいんですが、食欲が少し
ないのがですね、今心配です。で、今は私が 100% 寝てるので、エリザベスカラーも、術後服も着てないんですが、ご覧の通りですね、手術後を舐めたりはしてません。ねえ、ロコちゃん、できれば体重も測ってもらいたいね。痩せちゃったかもしんないよね。ねえ、痩せちゃったかもしんないよね。痩せちゃったかな。ロコちゃんご飯食べたね。あ、起こしちゃった。ちょっと時間が経ったので落ち着いたのかなと思います。とにかくロコちゃんがご飯食べれてよかったです。そしてなんかこの術後服すごくなんか似合ってますね、ロコさん。ナイスバディロコさん、かわいすぎる。ロコちゃんは今日病院でお腹に貼ってたシートを
いだんですが、それからもですね、全く傷跡を気にせず、びっくりするぐらい手術の前と暮らしが変わってないっていう感じです。ロコちゃん、あなた実はものすごい人だったのね。あ、犬だね。ねえロコちゃん、怖いね、ずっとこんな風に話しかけられた。いや、よしよし、ごめんごめん、怖かった。一日一日良くなっていくと思うよ。はい、今日も寝てください。